oyatsucafe.com。 この惑星のテレビという存在は不可解だ。これ以上入んないよ。何日休んでないと思ってんだよ。長年やっていて急に人気を得た者もいれば、俺110のオーナーすけど、なぜ人気が出たのかわからない者もいる。わかりました。時間ないから原稿急いで。妙に真面目ぶった番組もあれば、もっと斬新なやつないかな。ひたすらくだらない番組もある。バンジー、バンジーよくない？しかも舞台裏はかなりの重労働だ。視聴率と呼ばれる尺度が重視され、評価も決まる。何よ。ただあるとついつい見てしまう。この惑星のテレビは缶コーヒーとどこか似ている。缶コーヒーのボス。そして出てくれるかな。